ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。こんにちは、アポロです。今日はですね、安定思考を捨てろという話をしていきます。人によってはですね、すごく耳の痛くなる話になるかもしれないんですけども、人生をですね、大きく変えていきたいという人はぜひ最後まで聞いてもらえればと思います。で、多くの人はですね、安定思考というものを持っていて、その安定するということに関してものすごく大きな価値を置いています。これは人間の生存本能にもね、関わってくるところがあるので、やっぱりね、生き残るっていうことが人間にとって、生命の、本能であるとも言えるので、やっぱり危険な状態よりは安定した状態の方が落ち着く、本能的にそういうものを求めるというのは、自然な流れかなと思うわけですけど、この安定思考がですね、邪魔をして成功できないっていうことは本当に多いんですよね。特に今みたいに世の中のですね、経済とかが非常に不景気で、先が見えないような状況になると、より一層安定したいみたいなね、思考になる人が増えてくるわけですけど、実はこの安定したいという思考自体がですね、成功をつかむことができない一番の、原因になってたりするわけです。で、安定といえば、例えば人生のね、自分の職業を決めるときに、どういう職業を選択するのかってことをですね、考えるときに、この安定というものをまず一番最優先に考えて仕事を決める人って多いと思うんですね。で、それがいいか悪いかっていうのは、その人がどういう価値観を持っているかによるんで、ここではね、一概には言えないんですけど、安定を最優先した場合ですね、かなりの高確率でお金の奴隷になってしまうということですね。お金の奴隷というのは、お金というのは2パターンあって、お金を使う人とお金に使われる人がいるんですけど、お金の奴隷っていうのは、お金に使われる人ですね。僕たちは例えば会社とかそういうところにね、所属して給料をもらっているというふうに一般的には考えているんですけども、実はそうじゃなくて、会社と取引をしてるんですね。働いてお金を稼いでるんじゃないんですよ。自分の時間と労力を差し出す代わりにお金と交換してるんですね。だから安定っていうものをですね、最優先に考える人っていうのは、もちろんそのね、毎月固定の収入が入ってくるっていう、そういうね、状況は手に入りますけども、代わりに自分の自由な時間とかね、そういうものを奪われてしまう。だから自分の自由な時間とかよりもお金の方が大事だから、やりたいこととかね、やりたいことを我慢してやりたくないことをお金のためにやるっていうのは、まさに自分よりもお金の方が大事だからそういう選択をするわけじゃないですか。だからこういうのをお金の奴隷っていうふうに言ったりするわけですけど、安定を最優先で考えた場合、ほぼ間違いなくお金の奴隷になってしまうわけですね。安定する仕事で、かつ自分がやりたくてやりたくて仕方がない仕事に巡り合える人っていうのはもうほとんどいないと思うんで、大抵の場合そういうものっていうのはやりたくない仕事、別に、もしお金がもらえないんだとしたら絶対やらないようなね、仕事になるわけです。だから本当にね、由々しき事態でもあるんですけど、子供たちの将来なりたい仕事が公務員ですっていうふうに、なるのは、公務員をやりたいからではなくて安定したいからですね。だから自分の自由な時間とかやりたいこととかね、そういうものを犠牲にして、お金のためにね、私は自分の人生の例えば30年40年を差し出しますって言ってるようなもんなんですね。それってすごく残念というかね、将来がすごく、未来がね、やっぱり、前途有望な子供たち、若者たちがもうそういう思考で、自分のそういう自由な時間とかやりたいこととかっていうのを我慢するっていう選択をですね、お金のためにしてしまうっていうのは、もう本当に悲しいことだなというふうに思うわけです。そういうふうに考えるのも、やっぱり大人たちがもう安定安定っていうね、安定っていうものに対してすごく大きな価値観を置いているからなんですよね。
でもこの安定って何なのかってことをですね、もうちょっと考えてみたいんですけど、安定っていうのは、まあずっと一定な状態のことを安定っていうわけですね。要するに変化しないってことですよ。ずっと同じ状態にいるものを安定っていうわけですけど、変化しないってことは人生が変わらないってことですよ。今も5年後も10年後もほぼ同じような人生になってるってことですね。だからもし何か、大きなね、成果を出したいとか成功をつかみたいっていうんだったら、当然今の状況ではそれをね、手に入れることはできないわけですよ。もしそれが手に入れることができるんだったら、もうすでに手に入ってないとおかしいわけだから。ってことは何かしらの変化を起こさないといけないわけですね。でも安定を優先するってことは変化しないってことを最優先に考えてる。人間っていうのは変化を恐れる生き物なので、まあ、安定をね、選択するっていうのはごく自然な、まあ流れなんですけど、そうすることによって自ら変化しないっていう、選択をしてしまうわけですね。そうすると何も変わらないんですよ。だから結局人生が良くならないってことなんですね。で、まあこれからね、こう起業したいとかね、副業してまあお金稼ぎたいとかっていう人いると思うんですよ。特にまあ月収数十万とかね、100万とか稼ぎたいみたいな人っていると思うんですけど、一つですね、まあ覚えておいてほしいのは、例えば自分のビジネスを起こした場合ですね、もう安定っていうものはほぼないと考えた方がいいです。こう雇われて月収志向でね、生きていると、ね、目標月収30万です、目標月収100万ですって言うんですけど、実際ビジネスをやってみるとですね、やっぱり毎月収支って変わるんですね。1月はこんだけあったけど、2月は全然ダメだったみたいなのもあるわけです。つまり、安定なんてそもそもないわけですね。で、大きなお金を稼ぎたいのであれば、やっぱり起業するとかね、自分でお金を稼ぐっていう選択をしないと、さっき言ったみたいに時間の切り売りをして、自分の時間を差し出してお金と交換するっていう生き方、まあ、要するに雇われて給料をもらうっていう生き方をしている限り、100% お金持ちじゃなれないですね。だってどんなに頑張っても会社員の一サラリーマンで、ね、年収1億とか、無理じゃないですか。だから、まあ、本当にね、きつい言い方になりますけど、会社員とか公務員を選択した時点でもうお金持ちになることは 100% 不可能なんですね。まあ、宝くじが当たれば別ですけど、そういうまあ自力でなんとかね、お金持ちになるのは無理なわけですよ。となると、もう起業するなりして自分でビジネスを起こすしかないわけですけど、そもそもそのビジネスっていうのは安定してないんですよ。もちろん毎月の収支も安定してないし、それこそ今順調なビジネスも、例えば1年後とか3年後もね、今と同じ状況でいられるかって言ったら、そういう保証はないわけですよ。だからそのリスクを冒してでも、私はお金を稼ぎたいっていう人は起業した方がいいと思うんですけど、安定志向を持ってる人ってそういうのができないと思うんですね。怖いから。だっていつ何時ね、今お金稼げてても来月になったらその収入がゼロになってる可能性もあるわけですよ。安定志向を持っていれば持っているほど怖くてそんなことできないですね。ってなると、やめようっていう選択になるんですね。そんなことするのはやめよう、今のままでいようってなるんですけど、そうすると何も変わらないというわけです。だからトレードオフなんですね。安定もしたいけどお金持ちにもなりたいっていうのはちょっと都合が良すぎて不可能ではないけども、なかなかそれだとね、うまくいかない。まあ、どっちかですよね、取るとしたら。だからそこをしっかりと理解した上でやっていかないと、特に自分は起業した後もね、安定志向の人っていうのは、まあ要するにお金の奴隷なわけだから、お金に使われてしまってるわけですよ。物事の判断をするときにお金を基準に考えるんですね。例えば何かね、服を買いたいと思ったときに、自分がその服を気に入っているかどうかではなくて、高いか安いかで判断するとかね、あるいは自己投資をするときに、ね、その金額が高いか安いかで決める。でも本当に自分のことが大事なんだったら、お金よりも自分のことを優先して考えると思うんですよ。どうしても欲しい服だったら高くても買うだろうし、自己投資必要だと思ったら高くても投資すると思うんです。でもそれをお金を基準に考えるってことは、自分よりもお金の方が大事だって言ってるから、そういうふうになるわけですね。でもそういう思考、まあ安定思考、要するに、お金を最優先に考えているような人っていうのは、おそらく起業してもお金を使わないっていう選択をすると思うんですよ。で、よくビジネスを見てほしいんですけど、お金を使わないで成功してる、まあこのビジネスが拡大しているような会社ってあるかってことですよ。
例えば自分が経営者になった時に、ね、なんか商品のこうクオリティを上げようと思ったりとか、設備投資をしたりとかね、優秀な人材を雇ったりとか、あるいはまあ何か広告を出したりとかね、やっぱりその場面場面でお金を使うっていうことが必要になるわけですよ。そういうものをしていかないとビジネスって拡大していかないんですね。でももうお金がもったいない、お金がもったいないって言って何もしない、設備投資もしないし、商品のね改善もしようとしないし、優秀な人材を入れようともしないし、広告も打とうとしないし、とにかくもうお金は使うなっていう発想で全部ね、なんとか今の状態のままなんとかこれでやるんだってなって、それでビジネスがうまくいくかって言ったら、まあかなり厳しいと思いますよね。そういう会社って見たことないと思うんです、おそらく。だからもうお金お金、もう安定安定というふうになってしまえばしまうほど守りに入るわけですね。攻めよりも守りです。守るだけのものがあればね、それでもいいのかもしれないけども、そういうような状態にないのに守りに入ってしまったら、当然ですけど拡大していかないわけですよね。やっぱり攻めてこそ拡大するわけです。でも攻めることができないんですね、安定志向になると。それは人生においても一緒です、ビジネスじゃなくてね。常に守りに入ってるから人生が拡大していかないわけですよ。どっかで攻めるっていうアクションに出ないと変化が起こらないんです、ね、ずっと今の現状維持現状維持になってるのに、それで人生が上向くかって言ったら上向くわけがないですね。だからこの安定志向を捨てる、そもそも安定なんか存在しないじゃないですか。会社に雇われていてもいつ会社が潰れるかも分かんないし、まあ、公務員であったとしてもね、いつ何時どうなるかって分からないわけですよ。だから安定なんてそもそもないんだってことをですね、理解して、まあそこをですね、もちろん人それぞれ価値観ありますから、私はもうそれでもいいですって人はそれでもいいと思うんですけど、自分の人生ね、一度きりの人生最大限に楽しみたいっていうんだったら、お金をベースにね考えて、いろんなものをね、自分のやりたいこととかを、あるいは自分のね貴重な時間を犠牲にしてまでその道にね進みたいのかってことはしっかりとね考えた方がいいと思います。